エリちゃん、はい、今日は お座敷どうでした？楽しかったですよ、今日も。お客様はどちらの？お客様はアメリカ人の5人と日本人の5人ですね。踊りも踊ったんですか？踊って喜んでくれましたね。ゲームとかもしたの？お座敷遊びも。しません。お話がね。エリちゃんマスク取って。お姉さんが即興で読む。何したの？エヴァンゲリオン。何それ？ちゃーちゃんみたいなのを、うん、こうやって人のお姉さんが音を聞かせてくれて、部屋の会長が先生として出たので、ちょっと近づいたりするんだよ。そしてすごい喜んでくれて、すごい良かったですね。よかったですね。はい、終わりました。みんな着物がいろいろ違っていいと思います。それでは。